騎手は、背中を見せてはなりませんご心配なさらずに、私がお守りします一歩も退くな最後まで戦うんだカナバンの戦士に、敗北はあり得ないもう容赦しませんひやーっとー誕生日おめでとうございます。あなたは、かけがえのない大切な人です。これからも、自信を持って生きてください。ほうあとは、お願いします。すべては、 カナバン女王陛下のために。皆さん、お疲れ様でした。皆さんのおかげです。なんとか勝てましたね。輝かしい勝利でしたね。メリークリスマス。ハッピーニューイヤー。明けまして、おめでとうございます。グランドチェイス、ポー、カカオ。グランドチェイス、またいらしてくれたんですね。嬉しいです。また明日、お会いしましょう。おはようございます。今日は、なんだか眠たそうですね。少し休みましょうか。 時には歩みを止めて、夜空の星を眺めてみましょう。新たな力を感じます。騎士ロナン、あなたをお守りいたします。おい。う<ー>んはぁ。はぁ。くっ。ふん。あ、えふん。もう100日が経ったのですね。大変なこともたくさんありましたが、よく乗り越えられましたね。これからもずっと、あなたと一緒に冒険できたらいいなと思います。 これは、私からのちょっとしたプレゼントです。いつもありがとうございます。はっ最後まで諦めてはなりません勝利は目の前です敗北を恐れてはなりません全力を尽くしましょう今年もよろしくお願いします。おせち料理は食べましたかできれば、私が作って差し上げたいんですけどね。カナバンの騎士、エルドン家の長男、ロナン・エルドンです。騎士は、名誉を大事にするものです。剣の強さよりも、 心の強さの方が大切です。戦えるだけの勇気があるのなら、何も恐れるものはありません。騎士なら、目の前の敵より仲間を優先すべきです。またお会いできて、とても嬉しいです。きっと帰ってくると信じていました。これからも、ずっと私と旅を続けましょう。戦争とは、勝利を収めても、心に傷が残るものです。全てを守ることは不可能でも、それでも、 私はすべてを守りたいんです。なんだか悲しそうですね。エルシス様は、どこにいらっしゃるのでしょうか。ソードランサー私から行きます後ろに下がってください突撃しますマジックディフェンド皆さん後ろに下がってくださいシールド無駄だご心配なさらず、私は弱くはありません。いつだって、私があなたをお守りします。誰もが幸せになれる魔法があるのなら、まず、 あなたにかけて差し上げます。料理はたまたまできるようになっただけで、これくらい、大したことありませんよ。あなたはとても、愛らしい人です。たとえ命を失おうと、敵に屈することはないこれがあなたの限界ですか。ここで諦めたら、次はありません。騎士としての信念もないのか。最善を尽くしたからといって満足しないでください。そこがあなたの限界ではありません。今日はゆっくり休んで、 また明日から頑張りましょう。あなたはまだ、宿命に囚われているのですかお見事期待以上です驚くべき成長です。並大抵ではありません。あなたどうして歌最後に歌ったのは、いつだったかなエリシス님은、ちょ、何、좋은기サ라고생각합니다。心の目で見るのです。カナヴァン王国は、無事でしょうかこれ以上。 闇に屈することはありません。正義は決して負けません。カナバンのために。さあ、始めましょう。皆さんとご一緒できて、光栄です。私が皆さんをお守りします